皆さんこんにちは、あおりーチャンネルです。今回はこちらのいっぱい入ってるステッカーを紹介します。イエーイ。でこれは前にワンディ&ユーポさんが紹介していて、同じアマゾンで購入しました。それね、一回見ただけで本当に欲しくて、なぜこれが欲しかったかっていうと、まあ普通に私がシール大好きなのもあるんですけど、私、キャリーケースになんかデコりたいなって思ってたんですけど、その時に、このシールだ、このシール欲しいっつって買ったんですよ、これ。だから、後でこれ紹介した後に、好きな自分の、これは貼る、これは貼んないって分けて貼りたいと思います。じゃあ早速紹介していきましょう。はい、アングルを変えました。じゃあ開けます。よいしょ。これね、めちゃくちゃ入ってるんですよ。ほら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 、すごいよね。でこれ貼るときにやるやつ入ってたんですよ。ピンク色のかわいい、これにも貼っちゃおうかな。でちょっとね、2個だけパパと私で開けたんですけど、これだけね開けてないんだよ。じゃあこれまず最初に開けてみます。ほんとにいっぱい入ってて、多分私が分かんないシールもあると思うんですけど、それはもうパパが分かったりとか、大人も結構楽しめるシールなんですよね。はい、ででん、こんな感じで大量に入ってるんですよね。すごい安くて。で、まずダイヤ、ダイヤモンド。あ、こういうのとかいっぱいあるね。ほら、いっぱいある。うわー、シールいっぱいある。じゃあ、これで、キャリーケースに貼るやつ、貼らないやつと分けていきたいと思います。いやー、迷うね。じゃあ、分けていきます。じゃあ、こっちが貼るやつ。で、こっちが貼らないやつとして分けていきます。でん。で、2個だけ見たって最初に言ったじゃないですか。本当に、なんか、こういうのも、こういう柄もあるし、なんか怖いやつとかもあるし、なんかキャラクターのもありますね。かわいい。なんかね、本当に、かわいいんだよ、すっごい。こういうのとかかわいくない？本当に。本当に早く欲しかったから、かわいい。だからね、あ、これマクドナルドのやつだ。なんだっけ、忘れちゃった。貼るよ、これは貼るよ。怖い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 。これさ、よく見ないと分かんないよね、これ。なんかね、ストゥーシーとかもあったのよ。それはもう絶対貼るから決めてる。本当にシール好きは本当にたまんないよね、こういうの。見るだけで、私ね、並べるのがなぜかわかんないけど大好きなのよ。うん、シールとかも絶対並べるよ、これ。だよね、ママ。うん、並べるの大好きだね、ちっちゃい時から。ちっちゃい頃からなんか、ちっちゃい頃の将来の夢、並べ屋さんとか書いてあったもん。なんなんなんそれね。でも本当に本当に自分なりに好きなんですよ。怖いな。怖いものがいっぱいあって大量になっちゃった。でも本当に、あ、トマトジェリーいいね。丸っこいやつとかなんかちゃんとあるか。あ、キティちゃんなんか溶けてるよ。なんかすごいね、いろいろあるよ。え、なんなのこれ、なんのマーク。なんかあと YouTube のコロコラとかもあったんで、それはもう絶対貼るね。虹かわいいな。あとはもう、もしパパが欲しいやつとかもしあったらあげる。ちょっとだけ、ほんのちょっとよ。はい、一つの袋終わりました。一つの袋で選んだのこれだね。じゃあ、はい、じゃあまたこの二つ選びます。本当にいいよね、こういうの。あ、コカコーラが出てきた。こっちいるの、こっちいらない、じゃあ行ってきます。こっからでまた選ばないとそんな貼れないから、こちらもいろいろあるね。
見てスタバかと思いきやスターウォーズのやつね、かわいい本当にびっくりしてる、びっくりぽん、はい、A 青いだからこれいいね、いいな、ゴリラ、あ、なんかこういうキャラクター見たことある、なんかね、なんかアニメだったはず、なんかかわいいのこれ多いね、かわいい系が結構多いね、かわいいの多い、YouTube をね、絶対 YouTuber 絶対貼る、あとストゥーシーとかこれね、靴のロゴ DC あ、今気づいた、ベロのところになんでさ、かわいい子がいるんだろう、ほら、ちょびっとわかる、マイクラみたいなさ、感じの、へへ、かわいい、もう、早く選ぶ、早く貼りたいから早く選ぶ、ミニオンだ、ミニオンだこれは絶対貼りたい、ほら、YouTube、ほらこれはもう絶対貼るからね、YouTube だから、YouTuber だから、怖い怖い、ツイッターもあった、やってるよ、あ、皆さんツイッターやってるのでそちらも見てみてください、結構やってるよ、あ、これね、ディスカバリーチャンネルっていうパパがよく見てるやつなんですけど、置いとこうじゃないか、てかこれはパパにあげよう、パパにあげる、これパパにあげる、ディスカバリーチャンネルよく見る、かわいいアンパンマン、これちっちゃい子供にあげよう、これあげる系あ、スタバ、やっとスタバ、本物のスタバが出てきた、あ、これいいね、これいいね、あ、これあれじゃん、お菓子のやつ、これ美味しいよね、本当に、あ、かわいい、見てロゴも本当にかわいいよね、あ、キティちゃん、やっぱ溶けてないキティちゃんよりもいい、なにこれ、野球のさ、ロゴみたいだよね、なんかね、これかな、今回多かったね、これが貼んないもの、これが貼るもの、これはあげるものはい、じゃあ下げて、はい、あともう一つ、じゃあ選んできます、本当にこれ楽しめるよね、いろんな子供も大人も、はい、じゃあまたこっちいるものこちらないもので分けてきます、あ、これさっき持ったよねゴリラ、よいしょ、怖っ、あったあった、ストゥーシーのロゴ、これは絶対貼るよ、なんかね、これだけね、すごいね、ストゥーシーのロゴが多かったんだよ、これだけ、よしよし、いっぱいあるね、やっぱ可愛いのいっぱいあるわ、いいね、このステッカー、これもさっきあったよね、あ、2枚あるとかほんといいじゃん、これアップルペイ、アップルペイ、アップルペイで、あ、隣のタッタルタッタル、歌下手っぴすぎるでしょ、かわいい、なんかこういうロゴ、え、怖い、スニーカーからタコの足が出てる、なんかかわいい、なんかかわいい、あ、これ男の子が好きだよね、こういうのとか、ちょっと名前がわかんないんですけども、もう本当に私シール大好きで、あのなんかシール入れみたいなノートとかシールとかが入ってるところが私今あるんですけど、ね、本当にシールだらけだよね、その中ね、あれ、なんか同じやつ、本当に何やってるのこれ面白い、よいしょ、怖いやつとかも多いね、あ、今ちょうどかぶって面白かった、ほら目玉をもうグッてやってるやつ、怖いねこれ怖いなさっきさ、鼻のやつ可愛かったのにさ、怖くなったあ、これも下にストゥーシーのロゴがある、はい、追加、はい、ストゥーシー追加、私も本当に最近ストゥーシーの柄が大好きで、YouTube 一つだからレアだった、よかった、はい、これが半内物、これが春物、じゃあちょっと選んだんですけど、この春物、これ絶対全部貼れないので、またこの中から春物、貼らないものと分けていきます、じゃあちょっとどきようか、このシール、よいしょ、でもこれほんといいね、はい、じゃあ早速この中からまた分けていきます、じゃあこれから選べないよ、かわいいのばっかだからあれないでしょ、ちょっと待って、もう一回分けるわ、
もういいや、一回。はい、じゃあこれ。学校わらは捨てないよ。うん、ここでもね。あれ、これさっきあったっけ。ちょっと似てるか。ちょっと似てるだけだから。頑張ってるのよ、私だって。結構ここで捨てとかないとやばいから。スタバほんといいでね。写真は旅行の時に絶対写真撮るから入れる。はい、分けた。次、はい、分けた。よし、じゃあまた分けていこう。ちょっと一回並べよう。この中から、ね、ね、ストゥーシーは絶対入れるって決めたの。何これ良くない？なんで？可愛いの。私センスやばいからさ、ちょっと入んないから被っちゃったんだけど。じゃあママが削ってあげる。ダメね、これ絶対削るっしょ。やめ、ダメ、絶対ダメ、削っちゃダメ。こっちとこっちはもうほんと好きだから。はい、選びました。でパパ呼んだらあのこんぐらいでも大丈夫だっていうことだったんでこれにしました。ママがささっきからずっとこうやってさ取ろうとするんだよ、ひどくない？だからもうママ絶対触らせないってことになりました。じゃあ早速貼っていきます。でパパ貼るのがめっちゃうまいからパパと一緒にやります。ほんとにね、めっちゃ削ったの、頑張ったから。はじめ50枚ぐらいあったよね。あ、でこれね、人にあげるやつ、これパパあげる、ディスカバリーチャンネルの人にあげるやつです。これはいぶきにあげるやつ、うん、はい、じゃあ用意したので早速表と、よいしょ、裏を貼ってきます。私は裏貼ります。パパは表貼ってお願いします。はい、じゃあまずこれ、よいしょ、ここ貼ります。じゃあ表は絶対 YouTube とか Twitter とか貼りたいから嫌だって顔してたやつにしようか。ほんと可愛くない？だってあれ、あれどこ行った？これ貼ります。パパもびっくりしないで、これ可愛くない？だって。嘘、なんで？え、可愛くない？え、可愛くないの？別に剥がせるからいいよ。え、剥がしちゃダメよ、うん、それこれ可愛いじゃん。ママが本当に嫌な顔がしてるのでここに貼っときます。斜めに貼っても可愛いよね。もう好きにどうぞ、好きにどうぞ。じゃあちょっと斜め、ちょっと斜めで貼ります。あれさ、さっきさ入ってたじゃん、これ使おうかな。あー、それ傷つくからやめた方がいい。はい、空気入るんだよ絶対。私シール貼ると、ママもそうだけど、パパ本当うまいよ本当に。いやー怖いよ。端っこから貼ってくん。じゃあ回す。いやーね、怖い怖い。よ、空気入らなくなった。そうはい、入れた。お前、よいしょ、はい、晴れました。ねえ、爆笑しないで、可愛いじゃん。ねえ、私おかしいと思う？みんなひどいよ。ねえ、うんとか言わないで。はい、じゃあ他どんどん貼っていきます。じゃあ私こっち側へこうやってやるから、パパこっち貼って。はい、裏はこんな感じで貼っていきたいと思います。これはもう貼っちゃったけどね。じゃあ貼っていきます。はい、貼りました。まず表こんな感じで、表はパパにほとんどやってもらいました。これね、で下に見えないけど Twitter とか貼ったね。 YouTube は一番真ん中に貼りました。で、裏がっていうか横とかにいっぱい貼ってるんですけど、はい、まずここにアメリカの帽子をかぶったひげで、まあこれ多分なかったと思うんですけど、パパがいいんじゃないっつって思ったやつで、これアヒル、これもパパのセンス。でこれ、ででん、これは全部私が貼りました。ちょっとヘタッピだけど、コカ・コーラとかね、ストゥーシーとか貼りました。で、ここにヒゲとこれ、ドラえもん、これは個人的にはすごい怖い方なんですけど、パパがいいんじゃないって言って貼りました。
はい、こんな感じです。初めよりもすごい可愛くなりました。個人的には結構いいキャリーケースになるんじゃないかなと思います。あとね、さっき今さっきちょっとシールをパパにあげたので、パパはパソコンに貼りましたね。はい、こんな感じでした。はい、ということで今回はワンディ&ユーポーさんが紹介していたシールを紹介しました。これはアマゾンですごい安い金額で売ってるので、ぜひ皆さん購入してみてください。残ったシールもまた違う時に貼りたいと思います。私みたいにこういうのも貼ってもいいと思うんですが、飾っとくのもいいと思います。あとはいろんなところにデコってもいいと思います。私にとっては本当にすっごい良かったです。シール好きにはたまらないと思います。このバッグで今度旅行行きます。楽しみです。それじゃあまたね、バイバーイ。 YouTube チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter と Instagram と TikTok とあおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。